これ全部甘夏？全部甘夏。これタノウラっていう。タノウラっていう品種？品種。の甘夏。甘夏。甘夏っていう品種じゃなかった。甘夏にはね、2種類があってね。うん。で、タノウラと？タノウラと川の。川の。川の。っていう甘夏。うん、どっちが美味しい？それが、まあ人それぞれ。ほんでも違い分かる？食べたら。分かると思う。分かると思う。サリアンどっち好き？私？うん。私どっちも別にどうってないかな。どうってない。食べてみたら分かるから。田の浦と川のな。うん。川の方は普通の夏みかんと同じ感じ。うんうん、で田の浦はちょっと違うんよね。木が違うんやろ？木が違う。うん、品種違う。ちゃんと看護を開けて取っちゃうの。そう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 。だからこっちが川のでうん、違う、この印入ってるのが田の浦。印なかった、分かりにくい。分からへん。見た目ちょっと違うけどね。で、これ見てみたら お客さんにはよ、どっちにしますかって聞いちゃってんの。聞くという、そうやね、まあこっちでいろいろ、あの聞いても分からんから、ちょっとこっちの方が早く食べられるかな。え、田の浦の方が、うん、これが川の、うん、で川野の肌と普通の夏みかんと似てる。似てる、全く同じ。全く同じ。うん、え？食べたら全然味違う？違う。うん、下にもあるで。うん。上だけ違う。これいろいろほな混ぜて1000円分頼みます。ちょっと待って。紙取ろうか？ええよええよ。これで2種類やな。はいはい。ほな下が、え、下がね。下が甘夏の田の浦かな。田の浦で、ほいで上が川の。で1000円分な。うん、はいはい。これ他の人買いたかったら送料プラス1000円で OK な。そうそうそういうこと。うん、OK。はい。はい。はい、崎山農園の崎山です。私のこだわりのあるみかんについて少しお話ししたいと思います。まず見ていただいたら分かるんですけども。大変たくさん草が生えてます。除草剤を散布してません。で、通常ですと今の頃は他の畑では除草剤を散布しているために土がむき出しになってますけども、私のところはこういうふうな草ぼうぼうです。で、ちょっと草を抑えのために段ボールを敷いたりもしていますけども、まだ先生効果なしです。これ2、3日前に敷いただけです。もっと敷き詰めようと思ったんですけど、よく考えたらまだ肥料やってませんので、肥料やった後で、敷き詰めておこうと思っております。そこで、肥料の話が出たんですけども、肥料はニシンなんかを主体にした有機肥料を散布っていうかやっております。で、最近ニシンはなかなか手に入りにくいんですけども、肥料屋さんの方で頼んで、ニシンを使っております。で草を生やしますと何がいいかっていうと、木の根が守られるわけですね。ですからミミズとか、そういう小動物もたくさんいてますし、今日もあったかいですから蜂が飛んでますね。そんなような環境に守られて、みかんはすくすくと育っております。ただ難点は逆にみかんに悪さをする虫が増える場合もあるということです。特に株元に、ゴマダラカミキリというカミクイがやってきまして、穴開けてみかんの木を枯らしてしまうというのが最大の欠点です。まあそういうのはもう仕方ありませんから、一本ずつ木を見て回って、カミキリの入った穴をほじくって虫を潰すという作業をやっております。夏の暑い中にそれをするのは非常に大変です。で、農薬ですけれども、私のところでは、この殺菌剤、それから殺虫剤、こういうのを散布しております。で、殺菌剤は4回で、これが1回ずつ、合計6回です。で、普通は、みかんを収穫する前に
直前ですね、防腐剤っていうのを散布します。で防腐剤っていうのはみかんを収穫した後皆様のお手元に届くまでしばらく時間がかかります。その時に、腐敗しないように防腐剤を散布するんですけども、当然防腐剤ですから散布した時だけじゃなしにしばらくは残効があります。ですから、まあ、そういう農薬は使っておりません。で、農薬ですけれども、農薬を使わないとどんなみかんができるかっていうと、まあ、こういうふうな見場の悪いみかんができます。できますって言ってもこういうばっかりじゃないんですけれども、まあ、こういうのが割合が多くなるということです。ですから、農薬の散布を少なくしてきれいなみかんを、見かけのきれいなみかんを作ろうと思うと、まあ、大変になってきたり、まあ、数がきれいなみかんは少ないということです。で味は変わりません。お日様の光をたっぷり浴びたみかんは、どれも同じように甘くて美味しいみかんができております。これバレンシアオレンジで、あっちが甘夏。これハマる。なんちゅうたらいいのこれ。梨の琵琶みたいな。早とうり。